ヤージュニャバルキアが、ブラフマンを、邪魔顔に説く場面ヤージュニャバルキアは、インド哲学におけるウパニシャット最大の鉄人、聖戦とも称される古代インドの鉄人、およそ紀元前750前700年の人物、聖没年不詳、ウッダーラカールニの弟子と伝えられ、ボンガ一女の鉄理の尖閣者として著名である。太陽神から授けられたというロヤジュルベーダの創始者で、 ヨ画ガ哲学の元祖とも言われる。王ゃ者かと共に、後の仏壇の思想、仏教の道を用意したという説もある。女神サラスバティンはヤージュニャバルキアの前に現れる場面。ヤージュニャバルキアは、ブリハッド・アーラニアかウパニシャットなど、初期のウパニシャットに登場する。彼の哲学の中心は、アートマン論である。彼によれば、この世界は全てアートマンに他ならない。それは、 唯一のものである。しかし一方では、アートマンは純粋な意味で、認識の主体に他ならないのであるから、決して対象にはなり得ない。従ってそれは把握することも表現することも、究極的には不可能であることを示し、アートマンは、ではない、ではないとしか言いようのないことを説いた。ビデハ国のじゃなか王の宮廷に招かれた公開討論会において、並みる論的を圧倒。 最大の論争相手ビダブダシャカーアリアを論破して戦闘の牛を獲得したとのエピソードを思っている。ありがとうございます。